3分でわかるヘッドの走らせ方。プロゴルファーの奥山です。本日はヘッドの走らせ方について説明します。正しい知識でヘッドを走らせていますか？これが大切。ヘッドが走るというのはここからなんです。ここから走る。もう一回いきますね。ここまで手元を持ってきて、ここからほどける。だから走るんです。要するにコックがほどけてローテーションが入るときにヘッドが走るんです。切り返しのトップの位置からすぐヘッドを走らせていませんか？ボールに対して一番加速つくヘッドの走らせ方はこれです。ボールに勢いよくぶつけようとすると切り返しでトップの位置からすぐにヘッドを走らせるというふうに考えてしまいますが、それは大間違いです。僕も昔やっていました。そうすると球が吹けてスライスをして全然飛距離が出ません。ヘッドが走るというのはここから走る、この動きが大切なんです。だからこそ左足リードが必要になります。左足で引っ張って手元をここまで持ってきます。それで手元が解放される。この意識がとても大切です。これでヘッドが走っています。それがスイングになると、スイングになるとこうなります。切り返しから左足で引っ張ってヘッドが走る。左足で引っ張るからほどけないんですね。左足で引っ張らないと切り返しですぐヘッドがリリースしてしまい、ヘッドが走りません。ボールに対してヘッドを走らせるということは、左足でインパクトまで手元を持ってきます。それで足を使うことによってヘッドが走ります。なので、左足が先行しないとヘッドは走らないんです。左足を使ってヘッドを走らせましょう。スイングすると、先ほどのイメージでスイングするとこうなります。このように左足を使うからヘッドが左サイドで走ります。フォローが大きくなるのは左足で引っ張ってヘッドが走るからですね。強調してスイングします。かなり足を強調して使います。これが僕の強振です。足を思いっきり使います。左足をこのようにいっぱい使うとヘッドがより走りますね。腕を使って振っているんではなくて足を使って振られています。これがとても大切です。ヘッドを走らせるには左足リードが大切になります。ご視聴ありがとうございました。